お疲れ様です。競輪リいつきチャンネルいつきです。今この動画をね回しておりますのはこちら、12時25分というねことになっております。いや、たまのね競輪ナイターなんですけれど、これめちゃめちゃ面白いんじゃないかということでね、ちょっとね予想動画の方で、ね、出してみようと思って今ね出しております。何が面白いかというとね、これ並びですよ。6513。 6番の久田に、5番の島川、1番の松本がつけて、3番のね、岩津ということでね、ここ、ライン4社検索なんですよね。そして、2番の増木に、7番の神山拓也。 4番の五日一ということで2分線なんですけれどこれね1番の松本がスタートを取ってしまえば6513ですよね2番の真船が後方からね先行体制に入ろうとしても6番の久田がね目いっぱい突っ張っていってしまうんじゃないかとそして真杉はねしょうがないでもう一度戻ってそして仕掛けるタイミングを待つただし5番の島川が1手まくりいけますので次ね2番の真杉が まくってきたとしても仕掛けてきたとしても5番の島川がね番手まくりいってしまうともうここ1五五一。 あとはね、2絡み、7絡み、3絡みで取れるんじゃないかということでね、どうせこれ2番の間過ぎから売れますから、5番1番絡めていきゃね、高配当になるんじゃないかということでね、もうこれ動画回してるということになってるわけなんですよね。そしてオッズの方をね、確認しに行きますと、まずね、1551ですよね。はい。こちらは12.3倍、51が12.4倍ということになっておりますので、ここはね、10倍以上。 乗ってるよしよしとえ。これに2を絡めていけばどうなるんだということで、1221、1217.9倍、2113.6倍と、よしよしよしですよね。えそして2番5番14.3倍、5番2番23.7倍ということでね、あ、意外と島川が残った方がいい配当なんですねということです。あとはね、押さえで13、まあ、突き抜けをね、買っておかないとということで、まあ、1313.3倍、3125.6倍。 えそして、こちらは高配当になるんじゃないかということで、7番の神山がね、打ち突っ込んできた時ですよね。えこちらの方ですと、1735倍、7162倍、うっし,っしーですよね。そして、5番7番29倍、7番5番が39.9倍と、ね、いうことになっておりますので、やはりね、えここ高配当と、2772ですね。えここからが売れてるということになるんですけれど、さあ、 え、こちらね、6513が二段掛け体制に入った時にね、2 7 7何が成立するのかということで考えますと、なかなか成立しないと。え、そして6513の方で1番がね、え、いますんで、ま、すぎ2番なんで、 これマスギがね、一番だったらね、この作戦で使えないんですね。マスギが突っ張ってしまったら終わりますから。えー、ですけれどね,、えーねえー、敵のラインにね、一、えー、番車がいてるということになりますので、スタート取れるんで、もうスタート取って赤番から突っ張って、まあ、ホームスギからね、えー、5番の島川が抜け出していけば、あとはね、一、えー、番、5番のマッチレースっていうこともね、えー、十分考えられると、えー、いうことになっておりますので、こちらめっちゃ面白いんじゃない,、えー、ないのかなということで、予想の方を立ててみました。 えさあ、どのようなね、はい、結果になるのかどうかがね楽しみだということで、最後までご視聴ありがとうございました。また別動画でお会いしましょう。さようなら。